キャスター藤井優位の唯一聞けるここだけの話四月から日経プラスナインサタでニュースの疑問を担当していますテレビ東京アナウンサーの藤井優位ですさあ今回六月一日放送会の今回からこのコンテンツ始めさせていただきますキャスター藤井優位の唯一聞けるここだけの話です 始まりました。もうここだけで緊張しました。ここいるだけで噛んでない大丈夫大丈夫。あの必ずこのコーナーというのは門原さんの時は門が立つほど。で今回もちゃんとあのイを踏むようにしてますので。ちょっとダジャレチックなタイトルで。藤井優衣の優衣ですね。しかもねこれね偶然なんだけどこれ相当ゲストの方にハードル上げてますよね。そうですよね。ここだけの話をしてください。 角が立つほども相当だったけどこれさらにハードル上がってるような感じがしますね本当に、はい、改めてこのコンテンツについてご説明させてくださいえこの番組はですね毎週土曜日の朝9時30分から10時30分に7チャンネルの BS テレ東で放送している日経プラスナインサタでニュースの疑問の番組内でお伝えしきれなかったことをお伝えするというコンテンツになっていますニュースの疑問の山川さんも一緒にお伝えしてまいりたいと思います,、はい、いますどうぞよろしくお願いいたしますさあ今回のお題はこちらです ウクライナによるロシア領内への攻撃容認アメリカなぜ方針転換ということなんですけれども今回配信でもこのテーマに沿ってお伝えしていきたいと思います、うん、今日お話を伺いますのは二小学舎大学准教授の郷六つよしさんですよろしくお願いしますお願いいたします初回ゲストということでなかなかハードルの上がるタイトルで お伝えしていくんですけれども、どうぞよろしくお願いします、ね。<laughs> 私の緊張が映ってるかもしれない、<laughs> 申し訳ないです。さあ、では早速、一つ目の質問に参りたいと思います。一つ目はこちらです。アメリカ、なぜ容認ということで。あの、改めて、今回番組内でもお伝えしましたが。ロシア領内への攻撃を一部容認したというニュース、改めて見ていきたいと思います。うん、今回ですね、アメリカの。 ウクライナへの供与した武器でロシア領内の軍事施設を攻撃する方針にアメリカが舵を切りましたアメリカの政治サイトポリティコによりますとウクライナ東部のハルキュ州に限っての攻撃を許可したということですただ今まではバイデン大統領はウクライナが国境を越えて攻撃するよう促したりできるようにしたりすることはないと 結構固くなな姿勢を示していたんですよねただこのタイミングでここの質問なんですがアメリカなぜ要因したのか五六さんここだけの話ちょっと教えてください実態としては容認せざるを得なかったっていう方がより現実に近いのかなというふうに思います、うん、というのはですねやっぱりこの5月の初めからロシア側がまあハルキウ州に対し一気に攻勢をかけてきたわけですけれども それと同時にです、ね、やっぱり都市部に対してこのさまざまなこのミサイル攻撃とかもやっているわけですよねこれ全部このロシア側つまりロシア領土内から 攻撃しているわけなんですよでこれもし、この,あの制限というのが続いていればです、ね、ウクライナ側からすればその発射基地であるとか、まあ、航空機の発射、えー、基地とかこういったところが狙えないということになるとこれはあの一般的に聖域と言いますけれどもロシアの聖域化されたところから安全地帯からロシアはいくらでも攻撃できるような状況になるということでヨーロッパ諸国なんかはです、ね、やっっぱりこっち自衛権の範囲の中でロシア領内への攻撃を認めていいんじゃないかというのがどどん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 上がってきたんです。 で特にやっぱり NATO 事務総長というのはあまりこういう,う立場を表明しないんですよ NATO というのはいろんな加盟国の代表ではあるのであんまりこう言わないんですけど、まあ、NATO 事務総長、あのストルテンベルグ事務総長、もうすぐ退任なんですよね、はい、なので、多分そういったことも踏まえてです、ね、もう積極的に今ここでやっとかないと、えー、まずいことになるというところで、まあ、ヨーロッパとともにです、ね、こういう声を上げてで一方アメリカの国内を見るとです、ね。と、はい やっぱりアメリカの議会で長らくこのウクライナ支援というものが停滞していたわけですけれどもこれが4月末に可決されました、はい、でこの時、鍵を握っていたのがやっぱりトランプとトランプの1派のまあ共和党員。 でこの人たちが実は今回の,このウクライナによるロシア領内への攻撃については支持をしていたんですよね。これはやっぱりあの逆に言うと国内文脈からするとですね、我々がせっかくこの武器、弾薬を提供することを許可したにもかかわらずバイデン大統領の弱腰によってウクライナは苦境に立たされているというような、まあ、ある種、攻撃もしたいと。 ということもあってとっていうこともあるんでしょうけれどもとにかくバイデン大統領からするとですねヨーロッパの同盟国あるいは国内の、えー、議員たちからですねかなりこう圧力をかけ,らかけられるような形でやってでまた、政権の内幕みたいなのがですね、はいえー、このストーリーあの 欧米の記事なんかでも出ているわけなんですけれどもこれを読む限りですね政権内でもやっぱ意見の対立があってですね <laughs> ブリンケン国務長官なんかは今年のあ5月の半ばにです、ね、今回キーウに行った時にはもうやっぱりあのこれを許可すべきだっていう方針に頭は変わっていてですね政権の中でもそれを主張していたようなんですけれどもやっぱりこのバイデン大統領と、まあ、バイデン大統領の安全保障補佐官のサリバンという人がなかなかこれを、まあ、首を縦に振らなかった。 なかったという状況の中でさっき言ったような形である種、周りがこう固まっていったというようなところがあるかなと思います。 なんだかこう時系列でタイミング見ているとこうヨーロッパの動きにこうちょっとお尻叩かれたような感じでアメリカが動いているようにも見えたんですけれどもなぜそのタイミング的にちょっと後手に回ったように見えるようなことになってしまったんでしょうかはいあのこれはもともとですねここにもありますけれどもバイデン大統領は一貫してこの戦争が始まる前後からですねこの紛争をですねこのエスカレーションさせてはいけないってことを言ってきたんですよねでこれは当然のことだと思いますこのエスカレーションすることによって例えばロシア側が核 を使うかもしれないしもしもかしたら NATO とあるいはアメリカとロシアが直接対立するようなことになるとこういう事態は避けなきゃけなこれば、はい、ただそれに対するあの恐れがですねかなり過剰にあるがゆえにです、ね、例えば戦車を派遣するときも例えば長射程のミサイルを派遣するときもそしてまあ今回のような形で様々な制限を 緩和する時もですね。やっぱりちょっと後手後手に回るとつまり相手を伺いながらあるいは周りの同盟国の動向なんかを伺いながらやっていくというところがまあ、バイデン政権の特徴なのかなとでこの点に関してはやっぱりヨーロッパ側から不安の声もあるわけなんですよね、うん、本来であればアメリカがリーダーシップを取ってむしろ温度を取って率先してほしいところむしろヨーロッパが今は温度を取ってまあ、時にはイギリスであったり今回のフランスなんかが積極的なリーダーシップを取ってまあ、アメリカにこういう形でまあ認めさせ ていくというような状況が出来上がっているっていうことなんだと思います、うん。こう少しヨーロッパの方が前のめりなイメージがあるんですけれども、ただそのヨーロッパ特に NATO の中でもこうバラつきはありそうですよね。もちろん NATO 言ってもででででははなないいすすし、はい、EU と言ってももねちろんロシアとの関係が非常に近い、えー、まあオルバンがいるハンガリーなんかはですねかなりこの EU あるいは NATO での決定というのをまあ妨害したりですね例えば何か決定をしたとしても制裁なんかの決定をしてもちょっと緩めたりするというような、まあ、そういう要因にもなっているわけなんですけれどもこの、えー まあアジアにはないですね。このヨーロッパのいわゆる多国間同盟っていうの、あの特徴はですね、ある種ピアープレッシャーって言うんですけれども、ピアプレッシャー周りがやっているから自分だけ反対するわけにはいかないっていうような状況を作り上げる。ちょっと同調圧力的な感じですね。まあ言い方悪く言えばそういうことですね。<laughs> 同調圧力まさにそうですねえ。つまりみんなやるのにあなた一人だけ反対するんですかみたいなところを例えば首脳会談であれは本当に首脳が え集まってきてそういう場で議論するわけなのでえそこで孤立する状況というのはやっぱりどこの国も恐れてるわけですしもちろん NATO にしても EU にしてもさまざまな議題というのを扱っていますのでこの件に関してはあなたに譲るからじゃあこの件に関してはもともとノーと言っていたけれどもイエスに転じなさいであるとかさまざまな方策をこう見出しながらヨーロッパのえ多国間のおまあ同盟であるとかえ政治共同体というのはこう進展してきたこういう歴史 があるので、まあ、あんまり心配することはないというとなんか変ですけれどもい、まあ、いつものヨーロッパっていう感じですよね今回の件、ねこの、結局アメリカはこの戦争を本当に終わらせる気があるのかという感じもしなくもないです、うん、つまりバイデン政権の場合今、ウクライナ側が劣勢に立たされているのでその攻撃に対してはあの領内への砲撃部分的に認めるよと。でこれっててを変えるんじゃなくて まあ、あの苦戦してるからそれを押し戻す分だったらやっていいよとでもそれ以上のことは許可しないわけですよねでしかもこれまではもっと早くからこれを容認をしていればもうちょっとウクライナは苦戦せずに済んだはずなのにそれは容認しなかったでこのアメリカの姿勢を続け,れば続けるうちはずっとただ戦,戦争の均衡バランスを取るだけであって終わらせる気がないんじゃないかと思うんです、うん、そこはいかがですかいやまさにあの批判点としてはあります。つまり 一番の問題ははここれれアメリカだけけじゃななないいいんんでですすども出口戦略がないっていうところなんですよねつまり、どういう出口を理想とするかで本来の理想的な出口戦略これ西側諸国としてはウクライナを支援している以上はウクライナがロシア軍を国境の外に追い出すというところが理想なんですけれどもこの理想に対してのコストっていうところをやっぱりこのバイデン政権は特に大きく見積もっている例えば、この一気にですね攻勢をかけることがウクライナ側ができたとしてですね 短期間のうちに今ロシアが占領している領土を失えばですねプーチン大統領はもしかしたら。 このコーナーに追い込まれて核を使っちゃうかもしれないというそういうリスクもやっぱり常に頭の中に入れているとでこのリスクが全くないとは当然言えないんですけれどもそれを過度にこの懸念することによって今おっしゃられたように、まあ、後手後手になったりだとか中途半端な支援になっちゃうということなのでこれは実は今に始まったことではなくてこの戦争が始まった直後ですねもっと早いうちから例えばハイマースと呼ばれるようなミサイルであるとか長射程のエ t a ク m であるとか こういういのをどん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 んもう一気にやらないとただただ戦争が長引くだけじゃないかとでこれ実はウクライナ側の専門家と、まあ、最近お話しする機会があったんですけれども、はい、バイデンとトランプどっちがいいって言った時に基本的にはこれは難しいと、うん、つまり両方ともんあのなかなか難しいと。というのは なんでバイデンが問題かというとこのままバイデン政権が続くとこのスタイルが今後、戦争続く限り続くとこれ我々ウクライナ人からするとまさにゆでガエルのようにされているようなんだとつまりどん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 んウクライナがじわじわ死んでいくような状況に追い込まれるというところをすごく恐れているとそうであるならば必ずしもベストなチョイスではないかもしれないけれどもバ地かもしれないけれどもトランプにかけたいという気持ちもあると。 でまたトランプに関してはですね副大統領が誰になるか分かりません、はい、例えば、ニッキー・ヘイリーなんかが今回、まああの、トランプに入れるというふうに言ってますけどもここでもし副大統領になっちゃえばですねニッキー・ヘイリーはかなりウクライナ支援に積極的な論者でありますからもしかしたらそれによって今とはまた違うアメリカの対ウクライナ政策対ヨーロッパ政策っていうのが見れるかもしれないというかす、まあ、かな期待もやっぱりウクライナ側の一部では持たれているというのが、まあ、現状なんだと思いますね。なるほど アメリカがこのエスカレーションをすごく気にしているというのは分かったんですけれども逆にヨーロッパの方はそはエスカレーションとこのウクライナ支援というののバランスというのはどういういに見てるんですかもちろんこれもヨーロッパ一様ではなくてですねドイツなんかはかなりあの最初はです、ね、このエスカレーションを恐れてですね当初、戦争始まる前なんかはヘルメットをご専攻とかって、まあ、この非常にこの自制的な支援しかしてこなかったわけですけれども。うん ししかしもう今やあの最先端の戦車なんかもこう提供するほどになっていますしえこういった形で,ですねアメリカに次ぐ形でこのウクライナ政府に対しての,このロシア領内攻撃の兵器使用も許可するとただ、やっぱりドイツに関してもですねどっちかというとアメリカと近いんですよねで問題は NATO の2大大国つまりアメリカ NATO の名手です。 でヨーロッパのまあ最も経済的にも政治的にも大きな国であるドイツこの2大大国がかなりエスカレーションを懸念しているで他の国はです、ね、比較的、えー、バルト三国であるとかポーランドといったロシアに近い国はです、ね、当然のことながら、まあ、エスカレーション以上に今支援しないと今度は我々がやられるかもしれないという危機感からです、ね、やっぱこの支援を強化していくべきだという,ふうに言いますし フランスなんかはですね当初やっぱりこのロシアのメンツを潰してはいけないというふうに言ってたわけなんですけれどもどうもマク,ロンマクロン大統領はですねこの戦争がこの時間が経過するにつれてですねマインドが変わってきてここでやっぱり止めないといけないというところはどうも本気で思っているようになったのでですね、まあ、昨年から徐々にこの前のめりを視線しているとだから、やっぱりこのヨーロッパも欧米欧の中でもですねこのやっぱりこのい,いろいろなこのグラデーションはあるんですけれどもやっぱり重要なのは アメリカ,メリカそしてドイツドイツ,でドイツはまた長射程のミサイルであるタウルスというのをです、ね、これもまた周りの国から早く提供しろと言われていますし国内からも提供しろというふうに言われているんですけれどもなかなかショルツ首相は首を縦に振ることができない状況が続いているということなので、まあ、この米独というものがなかなか動かない限りこの全体としての支援というのも、まあ、かなりこうスローになっていく。 この状況は変わらないんだと思います、はい、かりましたさあ、そのヨーロッパの地域の話が出てきましたので二つ目の質問に参りたいと思います二つ目はこちらですしょここだけの話派兵は本当にあるのということですがズバリこれはどうでしょう はい、あのこの、まあ、派兵というのを何を指すのかというところがものすごく重要で,、はい、で、マクロン大統領は今年の2月にです、ね、す、ま、べ、あ、てのオプションは排除されるべきではないというふうに言っていますし、まあ、この5月のエコノミスト誌とのインタビューの中でもです、ね、まあ、地上部隊の派遣を検討すべきだと言って、まあ、かなり前のめりな形でこの発言を繰り返しているんですよね。ただ あえては明確にはしていないんですけれどもあの必ずしも戦闘部隊を送るとは言っていないわけなんです、うん、で今、私はあえて明言していないというところを強調しましたけれどもこれは意図的なんですこれはマクロン自身も言っているんですけれども戦略的曖昧性英語で言うとストラテジック・アンビギュイティという1、まあ、つの,このコミュニケーションの方法なんですけれどもすべてを排除しませんと何をやるか分かりませんということで、うん ロシアプーチン大統領にすると何をやってくるか分からないとということはこっちが動いたことによって相手がどう出てくるか分からないということを見せることによってプーチン大統領のこの計算を変えようとしているとでこれマクロン自身も言ってるんですよねで逆に何でそういうことを強調するかというと、はい、さっきのドイツであるとかアメリカを言いましたけれどもこれまでどういう体制でこれはしませんというふうに NATO 側は言ってきたんです。 どちらかというと、いうしないことを上げていたそうしないことリストを上げていいしないことリストを上げればプーチン大統領からすればそのしないことに当てはまらないような形で攻撃はしていいんだという解釈になるわけですよねだからしないこと、すること明言するんじゃなくてあえて曖昧にすることによって相手がどういう形で反応してくるか分からない状況を作り出すそれによってプーチンがどう動けばいいか分からないような状況を作り出すということがまあ 少なくとも今のマクロンの戦略であるとでこれはなんで今言っているかというとやっぱり戦場においてロシアが押してるからです、うん、つまりロシアががーッと押していた時に今度ロシアのマインドになってみるとこれをずっと最後まで押していけば今度本当に西側が介入してくるかどうかということをプーチン大統領としては懸念せざるを得ないです。でプーチン大統領からしても NATO 諸国と直接はししたたくくなないいわけでですすねだってそれは全体の戦力でいうと圧倒的に NATO の方が強いので直接対峙はしたくない対峙をし,したくないということはいかに NATO 諸国の介入を防ぐかってことがロシアとしてはすごく重要なことになってくるのでそれを逆手にとってマクロン大統領はやるかもしれないよやらないかもしれないよっていうところをちらつかせてきたこの半年間。で今 まさに議題に上がっているのが訓練要因というところでまずはどうもです、ねえー、本当に訓練の効果が現地で出るかどうかというのを見極めるためにです、ねえー、小規模の限定的な専門家をです、ね、どうもウクライナ側に派兵してで後にです、ねまあ、数百人規模の兵士 というのをです、ね、フランスだけじゃなくてそれに賛同するような国々、まあ、ここにリトアニア、エストニアと書いていますけれども、はい、まあいずれもあのバルト三国でロシアに対しては厳しい姿勢を取る国々も、えー、それにこう共鳴しているところがあるので、まあ、こういったところと協議をし,しながらです、ね、具体的にどういう内容でどれぐらいの規模の部隊を派遣するのかというところを決めていくんだと思います。うん、なので可能性ととししては大いいにあると思いますし その後ですねどういう内容の訓練をするかというところも、まあ、広がりがあるで、これも含めて曖昧にしているというところが多分今のマクロン大統領の狙いかなといいううふうに思います、うん、あのバイデン大統領って戦略的曖昧性が下手だと思いまいん <laughs> まさに、うん、あの今回の全面侵攻が起こる直前にはですね、はい 米軍は派兵しないと明言した、うん、つまりしないことを言っちゃったんですが、うんね、これがプーチン大統領の計算を優しくさせたっていうやっぱり批判的な専門家の意見もあるんですよねで、もちろんプーチン大統領からすればそれは1つの要因に過ぎなかったかもしれないけれどもコミュニケーションのスタイルとしてはあまり一般的には良くないとされていてこれをしないといえばですあしてこないんだと。うん いうふうに思うわけですよねだからある種、偶発的な事故偶発的な対立も起こりやすいということなのでこういった指導者っていうところはやっぱりあえて曖昧にすることによってですね相手の出方をこう混乱させるというんですかね計算を複雑にさせるっていうところがやっぱ重要なのでその意味では台湾であるとかこのアジア方面にもそういうコミュニケーションっていうのは効いてきますので今後 アメリカがまあバイデンになるのかトランプになるのかわからないですけれどもすることしないことを明示すべきなのかいや今回だってねこの結局、報道ベースでこのロシア領内への攻撃は認めるけどそれは部分的だと、うん、これハルキーに関わる,、ね部,るね、部分で長距離砲はだめだとかいろいろ流れてくるじゃないですか。これ全部 プーチン大統領からすると聞か聞かされてない方が怖いですよね。うん、そうなんですよ、ね。だから全部の流れるのが僕は非常にその戦略的曖昧性が下手だなと僕は思ってしまうので、うん、今回だってこの部分的なものだったら本当にあんまりプレッシャーかからないと思うんですよね。うんうん、そうですねど。どうなんでしょうねそこ。はい、あのー、まさにおっしゃる通りでですね、あのー、地図を見ていただいたらわかるんですけれども、うんはい、戦況の地図出てきますでしょうか。はい。はい、ハルキウ州というのはここなんですよね。うんはい でまさにこの隣接しているロシア側のベルゴロド州というところが、まあ、やっぱりこの攻撃の拠点になっていると。 でこのまさに、えー、ハルキウ付近とか,かハルキウ周焉での反撃は認めるというふうふに書いてるんですけど、うん、ハルキウ付近ってどこですかっていう話なんですよ確かにで今、ウクライナ側の,の SNS 上ではですねロシア全体がハルキウ付近ですっていうようなですね <laughs> <ー>このネタ動画みたいなネタ画像なんかも出てるぐらいやっぱある種、このバイデンの姿勢を揶揄するようなあ、まあ、批判的な意見も出てるんですけどまさにおっしゃる通りここだけ攻撃してもですねやっぱ現 限定的なんですよねでどうもやっぱりもっと奥の部分とかにやっぱりあの軍事的な拠点であるとかあこの物資の集積ポイントがあるようなのでそこを狙わないとやっぱり軍事的な意味はないんじゃないかということなんですよね。で一部報道では、えー、今あウクライナゼレンスキー大統領がですね今シャングリラダイアログシンガポールで開かれてますけれども、はい、こちらに訪問して演説する際にどう同時にあのいろいろ2国間 協議もお開催する予定でどうもあのロイド・オースチン国防長官と会談する中でやっぱりこの限定を解除しろとあるいはもうちょっと地域を緩和しろということをどうも訴えていくとだってもっと長距離で来てるわけでしょそうです、ね、軍機も飛ばしてるわけですよね、はいはい、なのでもうちょっとこの辺りはあのウクライナ側としてはとにかくまずは第一歩として 一部容認したことは歓迎しているんだけれどもこれでは不十分だということでまだ不満は残っているのでもうちょっと長距離を打てるようにもっとプレッシャーをかけていくと、まあ、その意味においてはやっぱりもちろんアメリカの支援というものがなければですねヨーロッパはアメリカの,この支援を肩代わりできるような能力は今のところないのでアメリカがどう動くかって極めて重要なんですよねだからアメリカの強さの表れでもあるし弱さの表れも、うん アメリカがなければヨーロッパだけではウクライナを支えきれないその意味ではアメリカの強さを確認しているんですけれども一方でこの消極的な姿勢を見るとアメリカ大丈夫かなという不安が今ウクライナだけじゃなくてヨーロッパで広がっていてここにまたトランプ要因というのが重なってくると果たして今後アメリカに頼り続けていいんだろうかというような議論つまりヨーロッパ自身が自分たちの自身の能力意志でもって より対外的に行動できないといけないよねっていう議論がまさにアメリカ大統領選を前に今ヨーロッパの専門家の間では議論が活発化していますね、うん、あのただ今先ほどです、ね、シャングリラのお話の時にそれぞれの国と話すというお話ありましたけれども番組内でも少しお伝えしましたが最後の質問、こちらです日本どうするということですけど G7 の各国それぞれウクライナと協議重ねていると思うんですがそちらの表、出ますかね。 はいこちらですね G7 で締結済みの国ある中で日本だけまだ動きが見えていませんこの日本は今後どうなっていくんでしょうかそうですねまず最初にこの二国間協定の目的なんですけど、はい、ウクライナとしては自分たちの安全を保障するためのベストなオプションっていうのは NATO に加盟することなんですただ今戦時中ということで NATO 側もですね受け入れる状況にないということでとりわけさっき消極的だったアメリカとドイツが反対していてこの NATO 加盟っていうのが 当面は実現できないならばそこに至るまでのある種暫定的な期間の間は各国との間で安全保障協定を結ぶでこの安全保障協定っていうのが NATO とどう違うかあるいは日米同盟とどう違うかっていうと、はい、言葉で言うとギャランティーがあるかないかなないんですでこの「ギャランティー」これ日本語だと「保障っていう言葉が役として当てられがちなんですけれども NATO とか日米同盟っていうのは集団防衛つまり 一国がが攻撃撃された場合に共に反撃するっていうそういうううそ規定が第5条に書かれているんですけどここにはないんですつまり第5条的な集団防衛条項を認めるってことはつまり NATO に入るってことと変わらないんですよね。つまりもしウクライナが再度攻撃されたら一緒に NATO はウクライナともに助,かります助けに行きますよ戦いますよってことになっちゃうのでそれを NATO に入れることと変わらないから NATO 諸国からするとそのレベルより。 ちょっと下のレベルで支援をしたい。で、ウクライナ側からすると、できるだけ。欲しい。い見方も増やしたい。で、あの支援のレベルも上げていきたいって言ったところで、今。 進められているのがこのこ国間協定なんですよねだから各国との協定の内容を見るとですね,んですね、はい、フランスとかイギリスなんかは例えば NATO 加盟を前提とするような感じで支援を続けていきますって書いてるんですけどドイツの場合はまだ決定できてないので、はい、若干そこはに匂わせながら今やっている軍事的な支援あるいは経済的な支援を 今後も継続するるいいうようよな形で書かれているでおそらくアメリカもそういうふうになるんじゃないかというふうに思っていて、まあ、いよいよ日本ですけれども、はい、日本はですね、はい まあ、なかなかやっぱり現実問題として国内的な制約もあって軍事支援というところ特にこの殺傷兵器の支援というのはまだ踏み込めていないわけですよねですからこういったところではなかなかあのこの協定の中に明記することができないと思うんですけどやっぱり人道的な支援であるとか、まあ、経済支援でまた復興支援といったところに加えて あえて安全保障ということで言えばですね例えばサイバー防衛であるとかですねあるいは偽情報でこの偽情報に関してはやっぱりウクライナっていうのは2014年のロシアによって一方的に兵庫されたクリミア以降ですねずっとこの知見っていうのを単に政府レベルだけじゃなくて民間レベルでも蓄えているんですよねだから日本からするとそういった分野であのウクライナと協力関係にあるというのはすごくメリットにもなりますのでまあ、安全保障ということであればヨーロッパやアメリカほどですねあのハイエンドな あこの武器支援というのはなかなかまだできないですけれどもそれ以外のサイバーであるとかそういった情報関係のところとやっぱ経済、人道支援のところでおそらくこの協定が結ばれるんじゃないかということでウクライナ側の話ではですね7月までにえ協定を締結したいということで今、どうも詰めの作業をやっているようですのでおそらくえ岸田首相がですねえー今回、G7 サミット行ってえウクライナ主催のスイスでの平和会議そして、はい 7月に NATO サミットにもどうも招待されているということなので、まあ、どこかのタイミングで、えー、日ウクライナ間での二国間協定というのが署名されるんじゃないかなといいううふうに私自身は見ていますこの7月の,、はい、こ,のこの辺り日本も動くかもしれない。うんうん 最後になんですけれどもまあここの予定見ていても11月アメリカの大統領選挙あります、うん、先ほどお話ではバイデンになるかトランプになるか、うん、どっちもどっちみたいなお話もありましたけれども、うんねうん、ここから先まあ見通せないことも多いと思うんですけれどもどうなっていくんでしょうか道のりはどういうふうになっていくでしょうか、うん、はい、あの非常にやっぱりアメリカの事情に左右されると思いますでこれはどっちの大統領になったからどうとかってことだけじゃなくてもしトランプ大統領になってもまだまだ不確実性が 続くわけなんですよねつまりトランプ大統領になったから完全にウクライナ支援がストップするかというと必ずしもそうは言い切れない状況にありますしもしかしたら今のバイデン大統領よりもより、えー、しっかりとした支援を当面はやる可能性だってあると思いますので、まあ、と,にとにもかくにもウクライナ側あるいはヨーロッパ側はです、ね、今アメリカのさまざまなレベルそれは単に今の政権であるバイデン政権だけじゃなくて 野党の共和党であるとかあるいは議会の重鎮議会の重要なキーとなるような議員に対してアプローチをかけていてですねいわゆるアメリカの,その政治変動そのへ政治的な変化ですねこれの,あのダメージコントロールをしようというところが今、ヨーロッパでは見られます。で日本でも結構もしとらっ っていうことが言われてですね、はい、モシトラシナリオっていうことをよくしてどういう風に日本は対応していくべきなんだっていうことが議論なされますけどヨーロッパからするとモシトラだけじゃなくてもうスデトラなんですつまりすでにトランプの影響は出ているんです,すなるほど。それはもうまさに去年の秋から今年の4月まで議会でウクライナ支援が 滞ってきたそれはもうトランプの影響なんですよねトランプとトランプの仲間たちの影響である、だからそこをつかないと話が始まらないということは、もうこの半年でウクライナ側も、そしてヨーロッパ側も理解しているので、まあ、それをこうダメージコントロールとして、えー、継続していくし、大統領選挙の結果を受けても、やっぱりこれはアメリカが完全に分局化してますので、政権とだけ交渉してたら、外交してたらいいという状況ではないというのを理解した上で進めていくんじゃないかなと思いますね。ね 今日はありがとうございました日経プラスナイン里でニュースの疑問は BS テレ東で毎週土曜日朝9時30分から放送中ですぜひご覧くださいそして旧ツイッターの X で皆さんからの疑問や取り上げてほしい話題なども募集していますのでそちらもぜひよろしくお願いしますということで五六さんありがとうございましたありがとうございましたそして次回もお楽しみに